海と日本。今、海洋へ流出する生活ごみやプラスチックごみが深刻な問題となっています。近年増え続ける海ごみ、特にプラスチックごみは自然に分解されないので、海洋環境の汚染や私たちの生活、健康への影響が深刻化し、積極的な対策が求められています。そんな中、今年2月、日本財団と環境省が共同で海ごみ対策プロジェクトを開始することを発表しました。海洋が抱える問題、今後3年間で海のごみを減らすためのさまざまな取り組みが行われます。その中の一つ、海ごみゼロアワードに熊本から参加したのは NPO 法人シートラスト。上天草市で20年以上海の清掃活動を続けています。家庭ごみみたいなやつから、タイヤから、電化製品から、そういったやつも海に捨ててあったような状態だったけんですね、まあ、20年ぐらい前ですよね。以前と比べゴミの量は減りつつあると語る森さん。しかし、ゴミは相変わらず海岸に流れ着くとも話します。意識はみんな変わってきてるとは思うんですけどね、なくならないっていうとは、心ない人はずっとおらつけんですね。言っても言ってもゼロにはならんとかなと思ってですよね。でもそれでもほら、開い続けて捨てたくないっていうような環境を作るしかないとかもしれんですけどね。豊かな海を守るために、一人一人の行動が海の未来を変えるのです。海と日本。